東京2020大会で活動するボランティア、シティキャストによる東京の魅力発信プレゼンテーション。本日のテーマは東京の魅力紹介、名主の滝公園ということで、シティキャストの柳沢さんより発表いただきます。それでは早速ですが、柳沢さん、よろしくお願いします。こんにちは、ボランティアの柳沢でございます。本日は東京の魅力紹介という観点から名主の滝公園につきまして皆様にご紹介申し上げます。まずは名主の滝公園の全般的なイメージでございます。北の方向はこちらでございます。名主の滝公園は十条台、こちら高台になっておりますが、高台とそれから線路、新幹線、そして京浜東北線でございますが、これの間に位置いたします平地部、そして高台の部分、この領域にわたって繁茂しているところの自然林、これが名主の滝の公園でございます。滝並びに渓流等は森林に囲まれて現在は見えないような形になっておりますが、手つかずの自然林でございます。まず名主の滝公園の全般的な位置でございますが、東京から大宮方向に向かいまして京浜東北線、これが走っておりますが、京浜東北線のやや西寄りのところにございまして、埼玉県と東京都の境をなす付近に位置しております。なお住所表示は東京都の北区の岸町でございます。岸町と申しますと、昔江戸時代、江戸湾がこの付近まで入り込んでおりまして、この付近は江戸湾の岸辺になっておりまして、岸町という名前が生じたというふうに伺っております。名主の滝公園でございますが、王子駅から北の方向へ約徒歩10分程度のところにございます。近傍には王子稲荷、王子神社、そして音無の親水公園、道を挟みまして向かいに飛鳥山公園等が ございます。この地図は十条台付近の標高を表したものでございます。標高に応じまして緑の部分から赤い色、標高に応じましてそれぞれ色が濃くなっているところでございます。したがいまして十条台、ほぼ標高50メーター前後の高台になっておりまして、それの東端に名主の滝公園がございます。名主の滝公園には滝がございますが、これら旧王子七滝と申しまして、少々に滝が従来はあったわけでございますが、現在は名主の滝公園ののみの滝になっております。これは名主の滝の公園の断面図でございます。中んづく東西方向に断面を示したものでございまして、先ほどご説明をいたしました十条台から平地部線路に至る間に名主の滝公園がございます。なお十条台に降った雨、そして石神、近傍の石神公園、石神川からの流水、湧水等が滝となって断崖の中腹から湧きいずりまして滝になっているわけでございます。ここで名主の滝の公園の歴史について振り返ってみたいと思います。江戸中期、王子原の名主が自らの土地
屋敷等を一般に開放いたしまして、その中には滝と茶屋がございます。この公開をされたところの名主の滝、これから名主の滝の公園という名前が始まっているところでございます。その後庭石や植栽、こういったものを整備をいたしましたが、上野精養軒によりまして、この付近に王子遊園地が開発され、そして経営が進んだところでございます。残念ながらこれら施設は戦災で消失いたしましたが、東京都はこれらを取得をいたしまして、有料の公園を経まして、帰宅が無料化に至ったところでございます。談志の滝の公園の大きな特徴といたしましては、滝、そして自然林。この自然林はもみじ、カエデ等が多数繁茂いたしておりますし、桜の木も多数見ることができます。現在は残念ながら昨今の台風の影響によりまして倒木が発生をいたしまして、都民への影響を防ぐために、一時休園中でございます。なお注目していただきたいのは平家ホタル、ホタルが自生をしております。従いまして夏には観察会等が実施をされていたところでございますが、現在は一時休止ということで伺っております。また野鳥の楽園になっております。多数の野鳥がこの名主の滝公園に住まいいたしておりまして、また渡り鳥、これ等も羽を休める大事な場所となっているところでございます。これは先ほど申しましたが、上野精養軒によって開発をされましたところの遊園地の案内でございます。若干見づらいんですが、広さ1万2000坪でございますが、メダ、オダキ、そしてメダキ等の主要な滝のほかに25メータープールも中にあったようでございます。これは1940年東京オリンピック、もう幻のオリンピックとなってしまいましたが、これに際しまして選手の選考、そして記録会が行われた写真でございます。場所は名主水泳場でございます。昔はプールという名称は使えずに名主水泳場と申したそうでございますが、関東水泳協会と所在の新聞社の共催によりますところの選考会でございます。なおこのプールは水泳連盟が認定をする公式の水泳場プールであったと聞いております。これは名主の滝公園の2つあるうちの北側の入り口でございます。管理事務室がこちらの方にございまして、同じく案内板が掲げられているところでございます。こちらは、名主の滝公園の南側の入り口、すなわち薬医門と称される門でございます。立派な門がございます。なおこれの北側には案内板が建てられておりまして、名主の滝の由来、由緒等が示されるとともに、浮世絵の一場面がこちらに描かれてございます。
十条の里、目滝、小滝と、目滝、小滝でございますが、これを見て取ることができるわけでございます。これは名主の滝公園の案内図でございます。それぞれ小滝、目滝、どっこの滝、遊玉の滝といった主要なる滝のとともに、それらを通じるところの渓流、そして集約されるところの池等が表されております。なお茶室、茶屋につきましては北側のへりの付近に設置をされております。これは名主の滝公園の最も大きな滝、すなわち小滝でございます。崖の中腹から湧き出ずる水が滝として流れてまいりまして、それが清き流れとしての渓流として園内を巡っているところでございます。これは同じく渓流が園内を巡っているところでございますが、遊歩道を連接するところの木製の渡し、橋でございますね、渡し等を 見つつ滝を確認することができます。いずれにいたしましても、滝そして周囲の中にはこれら自然林が発達をしているというところが見て取れるかもしれません。これは名主の滝公園の茶室の入り口の写真でございます。所在の材料を使った簡素な塀、そして格子戸、そして屋根でございますが、茶室はこの奥にございます。これが奥の方にございますところの茶室であります。見たところお分かりになるかと思いますが、うっそうと茂った自然林、この中に静かに和議世界の世界を具現化いたしておりますところの茶室でございます。同じく園内の東屋でございます。遊歩道等の所要のところに一休みをするところの東屋、これが設置をされております。これは名主の滝公園の中の池、そして周囲の自然林でございます。手を入れないところの鬱蒼とした自然林が見て取れるところでございます。その他ご注目いただきたいのは野鳥でございます。自然林に応じまして各種の多様な野鳥が住まいいたしております。また多数の野鳥を見ることができます。なおこの自然林は渡り鳥が長距離移動の間羽を休める重要な自然林となっているところでございます。以上、東京の魅力紹介という題目で名主の滝公園をご紹介申し上げました。すなわち名主の滝の場所、特性、そして経緯、概要等について駆け足ではございましたが、紹介をさせていただきました。そのまとめでございます。皆様お時間を作っていただきまして、この現地すなわち名主の滝公園に訪れていただきまして、自然に親しみ、そして歴史を学ぶ、こういったところ楽しんでいただけたらと、こういうふうに願っているところでございます。
以上でご説明終わります。ありがとうございました。柳沢さん、公園を地理や歴史の目線から紐解いたプレゼンテーションありがとうございました。こちらもありがとうございます。早速ですが、いくつかインタビューをさせてください。まずは改めてとなりますが、柳沢さんより自己紹介をお願いしたいです。で、自己紹介の際、これまでのボランティア経験や今回のプレゼン企画にご協力をいただいたきっかけも交えてお話をお伺いできればと思いますが、柳沢さん、お願いできますでしょうか。ボランティアの柳沢と申します。ボランティア活動といたしましては今回が初めてでございます。いろんな仕事の面、そしていろんな場面におきまして、お手伝い、勉強等を進めてまいりましたが、今回、オリンピック・パラリンピックを機会を捉らまえまして、何かしかのお手伝いができるということでボランティアに応募したところでございます。今後ともこれを機会に大いに頑張ってまいりたい、かように考えているところでございます。よろしくお願いいたします。今回のプレゼンのテーマ、名主の滝公園ということで、東京の魅力発信という大きな括りの中でこちらのテーマを選ばれた理由をお伺いしたいです。私、昔から旅行が好きでございまして、いろんなところに行ってまいりました。その一つがタイとカンボジア、これの県境の付近にプレアビヒア寺院というものがございます。このプレアビヒア寺院に巡りましては、タイとそしてカンボジア、これが双方が武力紛争に至り大きな流血の場面に発展をしたところでございます。これらにつきましては国際司法裁判所、一時不再理の原則ではございますが、2回にわたり審理が尽くされたことでございます。昔からの葛藤等があったところでございます。ここには大きな絶壁がございます。この絶壁を、見て、いろんな思いにふけたところでございますが、名主の滝公園、同じく絶壁の地にある公園でございます。そういった見合いでございまして、非常に興味深く、そしてまた新鮮な気持ちを持って、これを見ていたところでございます。これを機会に大いに勉強いたしまして、今回紹介という形に進めさせていただいたところでございます。ありがとうございます。いや、今回プレゼンテーションではもう公園がね、台地の上にあるとか、あと、以前は水泳場、プールがあってオリンピックの選考会も行われたことがあるというような、なかなかこう調べないとわからないというところまでご紹介いただきましたが、柳沢さんご自身はこういった地理とか歴史に興味がおありなんですか？はい、昔から歴史、そしてまたそれを取り巻くところの基盤である地理、これにつきましては大いに、興味を持ったところでございまして、今も続けておりまして、これからも発展をさせていきたい、こういうふうに思っているところでございます。そもそもこの名主の滝公園、柳沢さんはどんなきっかけで訪れたんですか？私は電車に乗ることが好き、すなわち旅行が好きでございますが、その折に電車の車窓から見える断崖、そして大きな自然林、こういったもの、これとプレアビヒア寺院の神聖なる山、これを重ね合わせまして、これは大きな興味の発するところだな、こういうふうに思って、テーマとして選ばさせていただいたところでございます。なるほど。何回かこの名主の滝公園には行かれてるんですか？はい、そうですね、何回も、そうです、7年、6、7年前から順次機会を見つけて、訪れたところでございます。なるほど。
ど、今回プレゼンテーションの中ではいくつかね見どころご紹介いただきましたけれども、その中で柳沢さんご自身がお気に入りの場所ありましたら教えてください。そうですね、お気に入りの場所といいますか、最も印象深く思っておるのは滝でございまして、そしてまた、ホタルが生息をする、それで野鳥が水を飲みに来る渓流、こういったところ非常に、印象深く新鮮な気持ちを持って見ることができる、立派な自然林だと思っております。あのね、公園の名前にもなっている名主の滝、この滝なんですが、一番大きいのは小滝になりますか？はい、小滝でございます。これはどのぐらいの大きさがあるんでしょうか？高さ。そうですね、はい、基本的な高さというのはだいたい8メートル程度でございます。流水はそれぞれ、季節によって降水量等によって違いますが、高さにおいてはだいたい8メーター前後、かなり都内ではかなり大きな滝になっております。そうですよね、もう本当に、ね、こう夏は涼しくていいだろうなと思うんですが、またモミジもなんかたくさん自生してるんですよね。そうですね、モミジ、そして春になれば桜、うん、そして夏には野草を含めたところの綺麗な緑の燃え移る場所場所、こういったこと、冬も冬なりに、素晴らしい風景が広がるのがこの名主の滝のいいところではないか、こういうふうに思っております。そもそも柳沢さんはこう散策はよくされるんですか？よく都内など出歩かれて散策はされるんですか？はい、どうやって場所を選ばれるんでしょうか？そうですね、特にこれはといってこう行こう、この時期にこう行こうとかいった計画的な行動ではなく、その都度物事のついで、そして仕事のついで、何かのついで、用事の観点でつながりでそれぞれ、いろんなところに赴き、そしてその周辺を、観察をする、歩き回る、そういった勉強をするといったところが私の今までの通例でございます。一石二鳥というか一挙両得というか、はい、いうところですね。なるほど、はい、今はねなかなかこう外出がしにくい状況なんですが、こういった状況が明けたら柳沢さん行ってみたい場所、気になっている場所ありますでしょうか？そうですね、やはり、今までどちらかというと鉄道バスの中心、移動の中心を周辺とするところを見て回ったところでございますが、これからは自然、山々、川、そして集落、いろんなところ、大体東京の西の方になりますが、東京の西の方足を運んでみたいな、こういうふうに思っておるところです。今回ですね、プレゼンの中で伝えきれなかった内容や今一度 PR したい内容があればぜひお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか？はい、私自身今回非常に勉強になったんですが、物には歴史があります。私どもの家庭においても歴史がございますが、組織、場所、そして、いろんな国、いろんなところにはそれぞれ歴史がございます。それを今回いろんなこと、書物を調べたり歴史を紐解いたりして勉強になったんでございますが、これは非常に我々生きている中におきまして勉強になるのかな、こういうふうに思っておりますし、皆様に ご理解をいただきまして、いろんなところに行って歴史を学ぶ、地理を勉強する、こういったところで、ご推奨させていただきたい、こういうふうに思っております。それでは最後にこちらの映像をご覧いただいている皆様に向けてメッセージをお願いいたします。はい、いろんな勉強、歴史の勉強、そして地理の勉強多々ございますが、いずれにいたしましてもそれらを育む力といたしましては
健康かと思います。健康を保ちつつ、それらを基盤としていろんな勉強、地理の勉強、そして歴史の勉強を進めていくことが可能になるかと思っております。これからも皆様と共に、歴史の勉強、地理の勉強をさらに深めていければな、とこういうふうに思っているところでございます。ご一緒に、これからの人生積極的に生きてまいりたい、こういうふうに思っております。今回は大変良い機会になりました。ありがとうございました。柳沢さん、ありがとうございました。ご調査ありがとうございました。本日のプレゼンテーションは以上で終了となります。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。